せ。なんでバイトを始めたのか宿題にしておいたわよね。覚えている？その宿題ようやくできたみたい。本当はね、ただなんとなく始めたバイトだったの。時給はあまり良くないけど、制服が良かったし、お店も綺麗だったから。でも今は違う。こんなこと言うとおかしいけど、最初の理由っていうのは何でもいいと思うの。仕事はきつくて辛いけど、働いていると自然といいところが見えてくるもの。だから自分の存在価値や仕事に対する姿勢をバイトを始めてから見つけたとしても、それは立派な理由になると思うわ。バイトをして欲しいものを買ったり、お店の誰かに認めてもらいたいと思う気持ち、そして素敵な人と巡り合いたい。働いている人がいればいるだけ様々な思いがあるはず。だからわたしは自分なりに本当の恋を見つけてみたい、そう思ってる。一緒にいるだけで胸が高鳴るような、目と目が合うだけできらめくような、そんな恋をしてみたい。
だからキャロットにずっといてね。私もよ。私はもう自分の道を選択したわ。決して後悔のない道を選んだつもりよ。その結果がどうであろうと、たとえお店を辞めることになったとしても、私はあなたの言葉を待っているわ。この辺にしようよ。あなたと同じボディーボードで。やっぱり来てくれたのね。ダメだよ。今日はルミの誕生日なんだから。次はゲームソフトを買いに行かなくっちゃ。ダメ、やっぱりできない。